年の数字は去年は 0.05 とか 0.0、うん、まあ室内だとやっぱり 0.05 で 0.06 とか、え、じゃあ高くなってるってことですか。そう、高くなってる、ね、先月も結構高くて、どうしてですかね、なんでなんだったか分かんないんですけど、そうそう、うん、室内軸上がってるんだったら納得いくですか。ここに踊ってるなんてことないかなって多分ね、全体的になんか全体的にね、なんか、うん、ちょっとだけ高くなってました。 OK、うん、です、はい、すいません、お手数かけました。ありがとうございます。どのぐらいもあるんですか、何件ぐらいもある。今日多分今日10件ぐらいもあるかな。今日10件、結構グループ、はい、ね、はい、ですね。いや、皆様のために、いやいや、はい、すいませんでした。よろしくお願いします。はい、はい、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。下が物産、これはちょっと怖いから入れない。2階上がりますか。うん、それが無料経験者。0.069、はい、マイクロシルエットです。ちょっとガイガーカウンターにチーズケーキがついちゃった。これ食べるの1年ぶりだと思うよ。久しぶりに食べました。うん、3時にはいいですね。なくなっちゃってたの。いや、あったんじゃないかな。あったっけ。うん、ないない、ないわ。0.067 マイクロシルエットです。はい、はい、0.058 です。はい、はい、はい、寒い。平川さん、すごいあの北の将軍みたいですけど、なんか将軍です。県北の将軍です。0.066、はい、マイクロシーこんにちは。いや、久しぶりで、うん、これ測りに来た、1年ぶりに。あ、またこんにちは。測ってくれる。うん、測る。よろしく。はい、井上さんの息子さんで、あれ、あー、そうなんだ。はい、あー、まあ、お父さんに似てるね。あー、似てるのは、山本さん。おー、すごい、覚えてる。あ、近い、近い、おー、覚えてる。はい、こんにちは。あ、でも、あの、山の大好きと同じ学校だったの。うん、同じでした、はい、ね、あー、大ちゃんと一緒。大ちゃん、そう、え、おばあちゃん、あ、そうなんですか。今、うちの谷で、
あの大好きなね、熊は西側に。あ、そうだ、これからね。でも大輔が、俺が知ってるわなって言ってたのに、この前からのことさん。はい。今日パン屋さん休み？休みだよ。ちょっと仕事してらんないよ。え？時々出るよね、いろんなところに。何が？平川君のお店。そう、この前出てたよね。何回出てたね。何？お店がね。なんかほら、用事がある、お市場祭り。そう、お市場祭り。0.058 お、はい、でも別にね、そうなるだけ。去年というか測っていただいた時に何とかだったような。ああ、そうかもしれないですそしたら、うん、ここは 0.07 しかなかったんですか。うん、じゃあ高くなってるのか。うんうん、0.07 とか0.1 は行ってなかったかもしれないですね。 0.08 に、あとここやってみようか。一番たまってそう。ここ下去年からなんかね、終わりましたね。めっちゃなんていうの、田んぼ、はいはいはい、とこが高いわけですよね。あ、まあ、そう、そう考えるとそうですよね。同じ市内でも、はいはいはい、こっちあんま変わんないですね、うん、最初下がってたけど、あ、最後 0.074 になりました、はい、空中。いや、今日寒いっすね。寒いですね。風が強いですね。空間 0.059、はい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 、と、じゃあ、あとでしょ、趣味でやってるので。どうですか。ここ今雨どいしたてで、ね、うん、除染対象もっと上なんですよ。 0.2 だったら、空間は、空間って、まあ、この辺は、この辺は 0.06 ぐらい。あ、そうですか。そんな高くない、ね、ね、この前あの、あそこの何でしたっけ、トメオズキの、うん、ましたね。ちょっと立ち入り禁止になっちゃうね。本当、ね、この辺も行くわけだったんですけど、うん、1ヶ月を様子見ようってわけですね。老人会で、これ昨日の日曜日に予定だったんですが、まあ結構もう経ったけどね、で来月の1ヶ月先行けばということで、まあ、今日はね、まあでも去年と同じぐらいだね、うん、多分同じぐらいです。あんま変わってないですね。はい、いや、すいません、なんか仕事で、ね、今お茶が今え大丈夫ですよ。はいはい、早くそんななんか悪い、寒いからお茶いっぱいどうぞ。すいません、すいません、なんか大丈夫でした。うん、去年と同じぐらい。で、その空間っていうか、こういうところが 0.06 で、問題ない。まだ雨どいの下が 0.104 とか3とかだから、去年と変わんないですね。でも大丈夫だよね。うん、大丈夫です。すいません。どうぞ。すいません、なんか申し訳ない。かけてください。体には、あ、はい、どうもね、全く寒くてね、寒いですね。あ、いただきます。いただきます。すいません。よかったですね。終わった。お茶いただきました。お茶いただきました。ついにお茶をいただいてしまいました。はい、今回は逃げられませんでしたね。用意してあったみたい。すごいですね。やっぱなんか、いや、なんか、いいんですね。ね、どこか
実際温まりました。これだ。下に置いたんだけど。ああ、そうかも。上がってますね。お、久しぶりの 0.1 超えです。利根川の道港って言ってたのはどこ？なんかどこなんですよね。老人ホームってさ。あ、あるね。ある、あの、あれかな、あのでかいやつ、大釜のちょっと、はいはい、近くのあそこか、うん、あ、下がった。 0.137、 はい、 0.137 マイクロシーベート。うー、寒い。春日神社です。はい、何公園っていうの？子供広場。子供広場っていうの？入ってない。入ってない。やばい1。この辺中央署でしょ、みんな。今中央署ってさ、何クラスぐらいあるの？今のクラス3組くらいね。あ、俺のクラスは2組で、この弟ね、2組。へえ。そこにびっくり。0.078 かな。はい、 0.078 マイクロシュ。0.069 マイクロシーベルト。はい、 0.069 マイクロシーベルト。ヤバ公園、ヤバ公園だと思います。はいはいはい、市場です。北の将軍様の市場。こんなアメリカの映画がありました。ないです。それはこ縄文前、 0.0。 風は大丈夫です。 0.059、はい、マイクロシーベルトです。はい、そうかもしれないね。栃木だし、じゃあ違うんじゃないかな。中学校で、はい、歴史は古き城跡です。え、そうだっけ。そうでしょ。こうか。そう、全然覚えてない。覚えてない。0.064。はい、0.064 マイクロシーベルト。なんかあの辺が変わったかな。ああ。なんか窓枠とかが。窓枠あんなんじゃなかった。うん、最新工事。そうかもね。綺麗だね。うん。0.060。はい、0.060。